ようございます。よろしくお願いします。西大宮に戻ってきて、はい、どうですか？寒いですね沖縄暖かかったんで寒いのと、まあ、まだホームってほどホーム確かにこれ生活もしてないですけど、まあ、戻ってきたなって感じです。引っ越しの方は無事に、はい、ちょっと落ち着きましたは半日ちょっとカメラを回しながら追跡したいと思いますので、はい、また後ほどよろしくお願いします。お願いします。西宮寒いからね、はい、風がないこれより上かこれより下かはい、バイバイバイかかるね。
そうですね、溶け込みやすい、本当にもともと接点ない選手も溶け込みやすい環境を作ってくださったというか、結構話しかけてくれたりしたので、めちゃくちゃいいですね。カニクローレンはすごく良くて、ロッカールームとかもすごい綺麗ですし、食事だったりっていう環境も素晴らしく整っているので、本当に練習する環境っていうのは素晴らしく整っていて、まあ、あとは自分たちがどんだけうまく利用して成長につなげていくかっていうのは、まあ、自分たちが最後は自分たち次第だと思うので、もう環境は素晴らしく整っていると思うので、まあ、自分たちが自分たちに厳しくやっていけたら、まあ、おのずと結果もついてくるんじゃないかと思ってます。そうですね、頭も結構得意なんで、まあ、小柄で、まあ、相手と競ってなんとかっていうタイプではないですけど、相手の意表をついて先に触るだとかっていうのは得意なんで、そういう部分も出していきたいですね。そうですね、そういうとこも出していきたいです。大学の時のインカレで僕3年の時に優勝してるんですけど、筑波で、その準決勝で阪南大とやった時にナック使わせてもらって、まあ勝てたのでいい思い出はあります。サッカーチームです、はい、まあ、たくさんのゴール期待してますのでぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日は半日お疲れ様でした。お疲れ様です。二松宮での生活は慣れましたでしょうか。だんだん慣れてきました。引っ越しも一応一段落ついた感じですか。はい、一段落ついて、やっと大宮での生活が始まるなって感じです。あのキャンプから帰ってきて一回こう静岡に戻ってって感じですか。引っ越しだけで、はい、のために戻って。部屋の方はもう片付いてますか。まだ段ボールが散らかってます、まあ、あのさっきも、取材の方を、受けてましたけども、まあ、新シーズンに向かって始まるというところで、まあ、気持ちの方はどうですか。そうですね、大宮のユニフォームを着て戦うのも、ナックで戦うのも含めてワクワクしてます。あのチームメイトともすごく溶け込んでいるような感じがありますけども、チームの雰囲気はどうですか。みんな気さくで明るくて話しやすいですし、コミュニケーションも取れてるんじゃないかと思うんで、本当に開幕が楽しみです。じゃあ最後にあのファン、サポーターへ向けてのメッセージをお願いします。皆さんの前でプレーすることを楽しみに、皆さんと多くの笑顔を共に分かち合えるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。